X ジュニアコピーライター養成スクール第3話説得の方程式宿題実践。ロクタです。今週のジュニアコピーライター養成スクールは説得の方程式という内容でした。仙人さんがコピーライターとして地道にテストを繰り返した結果たどり着いた一つの結論、それがフォーミュラ括弧方程式です。問題点プラス約束プラス証拠プラスほにゃららイコール説得。つまり説得にはこの4つの要素があるということです。授業の中ではそのフォーミュラをさらに強力にしたスーパーフォーミュラも紹介されました。正直ゾクゾクしましたね。今週はこんな宿題が出ました。宿題1、スーパーフォーミュラの要素を一つずつインデックスカードに書く。宿題2、天秤はかりを手に入れる。宿題3、家にある何かを選んでセールスレターを書く。宿題4、書いたセールスレターを友人などに読んでもらって採点してもらう。宿題の詳細と実践です。宿題1、スーパーフォーミュラの要素を一つずつインデックスカードに書く。今回授業で紹介されたスーパーフォーミュラの要素をインデックスカードに書きました。ジュニアコピーライターは6ヶ月で約60万円もする高額な講座です。1ヶ月で10万円、1週間で2万5千円、1回の授業の2万5千円のうちスーパーフォーミュラは8割の割合を占めると思われます。つまり2万5千円かける0.8括弧8割イコール2万円、2万円の価値のあるスーパーフォーミュラの情報を無料で公開するお人よしがどこにいるのでしょうか。自分が得た知識を紹介してるんだから全部出したって問題ないでしょう。確かにそういう考えもありますが、俺は大金を払ったので無料でネタバレするのは本当に嬉しくないんですよ。そういう理由で具体的な要素の紹介はしませんが、ご勘弁ください。宿題2、天秤はかりを手に入れる。今中学時代を思い出し懐かしい気分を味わっています。学校に行けば友人がいる、仕事をしなくても生きていられる、体力が有り余っていてあの部分もすこぶる元気、そう中学生です。大人になった今天秤の計りを見て俺はノスタルジーを感じます。普段の生活で天秤を使うチャンスはなかなか巡ってこない。気がつくと上皿天秤を購入していました。
もしかしたら瞬間的に上皿天秤が品切れを起こすかもしれませんね。商品が手元に届いていないので、購入画面だけを載せておきます。後日、写真を公開しますので、楽しみにしておいてくださいね。宿題3。家にある何かを、何かを選んでセールスレターを書く。米印、スーパーフォーミュラに基づいたセールスレターを書くという課題です。宿題1で出てきたスーパーフォーミュラの要素、スーパーフォーミュラに基づいて実際にセールスレターを書きました。実に難しかったです。現時点はありませんが、将来何かのきっかけでどこかで公開する可能性は否定できません。宿題4。書いたセールスレターを友人などに読んでもらって採点してもらう。タイトなスケジュールで読んでもらい、しっかりと採点をしてもらいました。自分では気がつかない爪の甘い部分もきちんと指摘してもらったので、フィードバックに基づきセールスレターをブラッシュアップしていきたいと思います。重要なことを学んだ第3話でしたが、今回学んだことを DNA にまで染み込ませるにはどうしたらよいかと今考えている最中です。